はい、こんにちは、アクアプラスです。いわき市はですね、地震がありまして震度6強です。もうね、プラモデル無残にも倒れちゃってます。うわ、こちらのルアーもね、もううわやられた。はい、そしてこちら水浸しね、水槽ももうね濁っちゃってますね。最悪。はい、こちらの水槽も濁ってます。はい、こんな上もね、もうね水浸しですよ。こんな感じで水浸しです。こちらもね濁ってますね。うわ最悪や。まあでもね、幸いにも津波はねこう1メーターぐらいらしいので大惨事にはならなくて済みそうですけど、今ね夜中もう12時なんですけど、これからこの水ね掃除やらないといけないです。ね、もう11年ね、東日本大震災から経ったんですけど、まだこんな大きいの来るんですね。もう勘弁してほしいです。ほんと怖いですね、もうねやめてもらいたい。はい、こちらの水槽もね濁っちゃいました。もうね最悪ですよ。こっちなんかね、もう蓋こんな開いちゃってますからね、揺れで。じゃあね、これからこちらの掃除します。ね、明日もう夜中なのにこれから掃除、本当にね思いやられますけど頑張ります。はい、こんな感じでですね、水こぼれた場所新聞ねちょっと引いて吸い取ります。まあね、ここ床なのでね、床っていうかね畳とかそういうフローリングではないのでね、ちょっとまだ楽かなと思いますけど、いやそれにしても最悪です。こっちもねこんなに水がちょっと溜まってますね。もうね、ほんと魚なんて全然見えないですよ。曇っててっていうか濁ってて、もうねたくさんです、地震。もうね来ないでほしいです。